皆さん、こんにちは。ラタナちゃんのタナです。先ほど、大阪女子国際マラソン終わりました。私もですね、ライブで、その、観戦会をですね、ちょっとこう、主催させていただいたわけなんですが、多くの方に実際ご視聴いただきました。本当にありがとうございました。2時間半という長丁場ですね、まあ、喋る、私も大変だったんですけど、まあ、そういう中でですね、お付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。まずですね、市山選手、優勝、おめでとうございます。いやー、2時間21分10秒ということで、大会記録更新ということですね。まあ、コースが同じじゃないんで、ちょっと大会記録と言われても、ちょっとピンとこないところは正直あるんですけど、まあ、ただね、そんな中で、もう素晴らしい記録が出たなというふうに思う反面、市山選手自体はですね、日本記録を出したかったというふうには願いもあり、まあ、その力が、及ばなかったと、足りなかったということを、口でおっしゃっていましたね。まあ、ぜひですね、その課題をしっかり修正して、これからオリンピックに向かってですね、しっかりとしたレース展開をですね、こう踏めるようにそれを想定してですね、様々また取り組みを頑張っていただければ嬉しいなというふうに思います。そして同じですね、日本代表の前田選手もですね、自己ベストを更新するという結果になりました。まあ、ご本人はおそらくですけどね、納得していなかったんでしょうか。レース後のですね、インタビューがちょっとポワッとしていましたね。まあ、そのインタビューが苦手なのか、それともなんかこう課題がありすぎて悔しかったのか、まあ、ちょっと定かではありませんが、まあ、その受け答えがですね、ちょっとなんか悔しさがちょっと滲み出るそのような印象を受けました。まあそんな中ですね、今回、大阪女子国際マラソン、まあ周回コースで行われたんですが、2.8 キロの周回コースをぐるぐると回る、すごいシンプルなレース方法になりました。ランナーもですね、2時間50分までの自己ベストを出してるランナーじゃないと参加できませんという制限がかかった中で、まあ参加された人数がですね、まあ100名切っていたんではないかなというふうには思います。まあそんな中でですね、PCR 検査も受けなければならない、そのようなですね、苦しい状況にありながら、まあ僕はね、PCR 検査を受けてまでですね、まあその参加するっていう気概を出した、もうその選手の皆さん全員拍手ですよ。いやー、ほんとね、すごい。もうね、そこまでね、やっぱこう、気持ち出して、そこに臨んだ、その覚悟。本当にね、叩いたいなというふうに思います。そして、今回ですね、特にペーサーとしてですね、市山選手を引っ張った、川内選手と岩田選手ですね、本当にお疲れ様でした。今回ですね、まあ、その、日本記録を目指すペース、3分18秒から3分17秒という流れをですね、作らなければならなかったわけなんですが、まあ、残念ながらですね、まあ、その、市山選手がペースが外れてきた段階で対応しなければいけない形っていうのが変わってきました。まあ、一番いいのはですね、まあ、その、想定しているペースがちゃんと外さず淡々と来ればいいんですけど、そうじゃなくなって、パフォーマンスが崩れた時にですね、その、後ろを走っているペーサーとして引っ張っている選手をですね、いかに力を引き出すかっていうのが、そのペーサーとしての見せ所になってくるわけです。で、崩れないペースでずっと淡々と走って淡々と終われば、それが一番楽だし、ペーサーとしては一番、イージーな形になるんですけど、今回のようにそのペースが崩れた時にですね、離れすぎてももちろんダメだし、当然だけど、つきすぎてしまっても、逆に言うと引っ張る形としてそれが理想的かというと、本当だったらそのキャパがもうちょっと前にあるんだけど、実はその一人でうまく支えれないっていう状態になってる可能性があるんですよ。だから、近すぎちゃうと一緒に落ちちゃうような形になっちゃうんで、うまくですね、ちょっと引っ張って、で、なんかうまくつかせるみたいな、そういう雰囲気も醸し出さなきゃいけなかったりするんですよ。だけどそれが行き過ぎてしまうと、また離れちゃったりするんですよ。すごいね、難しいんですよ。私もコーチとしてペーサーを何度か経験しましたが、一番適切なペースラインを導き出してですね、その感覚を研ぎ澄ませて相手のリズムに合わせてですね、その今のパフォーマンスに合った引き出しをちゃんと適切に出せるかどうか、すっごい難しいんですよ。本当に難しい。だから今回、川内選手、そして岩田選手がですね、引っ張っていた時の、その市山選手のその、パフォーマンスの引き出しをですね、どれだけうまくできていたかっていうのは、やっぱり見ていてすごくよくわかります。で、一時期ね、29秒ぐらいまでペースが落ちてきて、その必要としているペースラインから10秒から11秒、想定から遅れてるわけですよね、1キロ単位で見ても。それをですね、ひょっとしたら放置してたら30秒とか、32秒とか、もっと遅れてた可能性があって、で、それをうまくこう、うまく引き出して、で、少し前に引っ張っていくような、気持ちを引っ張っていくような引っ張り方が、やっぱりうまくできてたんだろうな、というふうに思うんですよ。だから、個人的には、中間の動きを見ている限りでは、市山選手23分台まで落ちてもおかしくないな、と、一時期思ったんですけど、ただね、その岩田選手、そして川内選手のですね、ペースメイクが、そして気持ちの引っ張り方が上手かったんでしょう。大きなですね、遅れがなく、最後まで走り切れたことが、何よりも良かったな、というふうに思います。で、またですね、まあ、今回、レースの形式がですね、その周回コースになってしまったことで、まあ、あくまでこれ客観的に見たい、意見を率直に述べてるだけなので、実際ランナーとして、
走られた方々はそうは思っていないかもしれないし、私があくまでトップラインで映っている時の状況を見て、ああこうならああだなと思ったことを簡単に説明すると、まあその当然ですけど、トップを走ってるランナーはまあペーサーが先導されているところもあるし、まあそのコースが広く空いてる状況でずっとダーッと走れるわけですよ。ですけど周回遅れになってしまうランナーがいるんですね。2時間50分で走れるあの速いランナーとはいえですけど、トップラインの選手は2時間20分台です。でそうなってくるとですね、2周回3周回差がついてしまうわけですね。でそうなった時にですね、どうなるかっていう話になるんですけど、あの周回遅れのランナーはそのコースのですね端の方を走るような形になっていました。どういう指示で具体的にはなってるかわからないんですけど、基本的にはそのトップのランナーを中心に、走ってきたら必ず寄りなさいと。でそしてまあそのカメラ中継もやっていたんですが、まあ見ていたんですけど、コース幅がねそんなに広くはないので、でそうなってくると、あの細いねあのコース幅のところにそのバイクカメラが入って中継してる状況になってるので、まあ本当にね走りづらそうだし、まあその実際ね中継する側もですね、まあ大変そうだなという印象を受けました。まあそのカメラが悪いとか、その選手がどうのこうのとか言うんじゃなくて、そもそもこのオペレーション自体がそもそも初めてだったと思うんですよ。おそらく想定もされて、ちゃんとあの実演もされたと思うんですよ。で様々な状況を考慮してやったにもかかわらずですけどね、まあその客観的に見るとやっぱりちょっと大丈夫なのかなと、ちょっと一部心配してしまうところもありますし、まあ当然ですけど、その一般のランナーの方々、まあそのトップラインのランナーの方々の後ろを走って周回遅れになってるランナーの方なんかは、その選手が来るたんびにあの後ろを見たりとか横を見たりとかして、あのいつ内側に入っていいかっていうのを様子見ながらですね走ってるようにも見受けられました。まあだからそのシンプルにまっすぐ走るということに対してですけど、あのきちんとしたですね、まあその意識の集中っていうのがまあしづらかったのかなというふうには思いました。まあ実際走られてる皆さんからしてみれば、このような状況でもこのようなエリートのレースがですねしっかりと解説されたことに対して、あの強く感謝されてる方多くいらっしゃるんではないかなと思う反面ですが、これがそのエリートランナーとして出るレースが、まあそのスタンダードになっていく可能性でも現実的にあるわけで、そうなった時にですね、まあこれ改善するポイントがもしあるんだったら、やっぱある程度想定していくことが必要になるかもしれませんよね。なかなか今ね、公道でマラソン大会やろうっていうのが難しい状況にあるのは、まあ皆さんもわかると思うんですよ。まあそういう中で、まあこれがいいか悪いかとかじゃなくて、これを良くしようという考え方に持っていくのも一つ、今後のマラソンを良くしていく上では大事なのかもしれないなという話です。当然ですけどね、公道を使った通常通りのマラソン大会が行われていくことが一番ベストなんですよ。ただまあ今ね、例えばオンラインマラソンがありますとか、それあの今の感染状況があの考慮したそのコースの取り方や感覚や新しいルールシステムを使うことによって、今までのレースがより良くなるようになったらいいなと私は思っています。まあなので、まあこれにあのこれ限りだからというものよりかはですね、まあ今後にうまく活かしていただいてですね、うまくですね、あのレースが開催されていくことを望んでいきたいなというふうに思うわけですよ。はい。でまだね、あのレース終わったばかりであの疲れてる選手も多くいるんじゃないかなと思うんですが、まずですね、あれ息を養っていただいて、次の目的目標に向かってですね、頑張って トレーニングね積んでいただければ嬉しいなというふうに思います。そして、国際レベルで行われるレースはですね、あと2本私が参加することができなくなってしまいました。琵琶湖毎日マラソンと、その後名古屋ウィーメンズマラソンですね。琵琶湖毎日マラソンはですね、エントリー数が600人いたんですが、まあその600人だとちょっと想定外だと、多すぎるということなので、300人に絞ってですね行うことになったわけなんですが、まあそれに引っかかってしまってですね、私参加することができなくなってしまったので、まあ参加する選手の皆さんはぜひ頑張ってほしいなというふうに思っていますし、ただね、私が一番ちょっと気になっているのが名古屋ウィーメンズマラソンですよ。はい。1万1000人のエントリーが登録されてある現状で、緊急事態宣言が伸びるかもしれないこの最中、万が一ですけど開催に踏み切れることができなかった場合、人数を削らなきゃいけなくなった場合、一体どうなるんだろうというのが私としてはすごく気になっています。もちろん、皆さん多くの方にですね参加していただきたいし、それをうまくですね開催に結びつけていただいて、経済の活性化に一つ寄与できるですね社会性を見出してほしいなと個人的には思うんだけど、ただやっぱり今ルールの中では5000人以下にしないとダメだというルールがあるんですね。でその中で1万1000人を集めているこのマラソン大会が果たして開催できるのかと、まあ無理をせずですけどね、まあ私のこれあくまで一意見です。そうすると多くのランナーの方が参加できなくなるので、望んでる形ではないのを前提に話をさせていただくと、6000人削るしかないんじゃないかなと、まずは
と思ってます。まあ、本当にね、参加できなくなってしまう多くの方が増えるのは事実なんですけど、開催できなくなってしまう方がもっと悲しいと思うんですよ。まあ、そういう意味では今回私、琵琶湖毎日マラソン参加できなかったんですが、とはいえなんですけど、しっかりですね、参加していただける選手の皆さんが、そのルールの中で快適に走っていただいて、誹謗中傷を受けることなくですね、しっかり、私たちの、思いをですね、代弁していただければいいかなと思うんですよ。まあ、そういう意味では、名古屋ウィーメンズマラソンがですね、久々に、多くの人数をですね、抱えてマラソン大会やるというふうに決めているわけなんですが、ただ今の現状のルールに当てはめて考えると、一般的には叩かれてしまう可能性もあり、ちょっとだけ不安です。はい。ということで、まあ、主催者としてはですね、その判断がすごく難しくはなってるとは思うんですけど、大阪女子国際マラソンはそれだけ絞って、環境的にですね、しっかり開催できる状況を作って今回臨んでるわけですよね。一体名古屋ウィーメンズはどうなるんだろうか。はい、気になります。過去のね、名古屋ウィーメンズマラソンのその Facebook ページがまあまあひどいことになってることが、まあまあまああったので、まあその大会本部のですね、対応の仕方の問題も多少あったかもしれませんが、皆さんもですね、まあその万が一参加できなかった時には、やっぱりしょうがないです、そこは。もうちょっとやっぱりね、今の状況を考慮して諦めていただいて。ただ、やっぱり参加できるという、その標準の中で、ルールの中で、参加できる人は、しっかりですね、その思いを引き継いで頑張ってほしいなというふうに思っています。はい、ということで、これはですね、実業団の選手だろうが、一般のランナーの方だろうが、その今ね、これだけ多くのマラソン大会なくなってる中で、出れる、参加できるっていうのは、すごく貴重な機会だとは思うんです。ぜひですね、頑張ってほしいなと。いうふうに思います。はい。ということで、まあね、琵琶湖毎日マラソンなくなって、ちょっと気が抜けてるのは事実なんですけど、しっかりね、練習バター改めて、やってますので、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今日はですね、20時30分から、リカバリー居酒屋を開催させていただきますので、ストレッチをですね、できる準備をして、20時30分からライブでお会いしましょう。タナでした。失礼いたします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらです。4月の11日こちら芦田川で行う福山芦田川マラソン、ぜひ参加してください。エントリーフォームは動画の説明欄にあるので、ぜひチェックして皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。待ってます。